もこんばんは。今夜はですね、ポケコロさんのお時間ですよね。いや、今回はですね、ちょっと配信チックにね、やっていこうかなと思っておりまして、ね、こんな感じの入り方になってるんですけれども、いつもですね、いつもアップしてる動画もね、こう半分配信みたいなとこありますから、こんな感じなんですけども、今夜はね、もっともっと、こう配信っぽく、配信に寄っていこうと、ね、もうほぼ配信なんじゃないみたいなね。で、感じでやっていこうかなと思ってるわけなんですけども、いやいや、見えてる、イエーイ。なのでですね、今夜のポケコロさんをね、こう、プレイしつつ、ね、こう、配信っぽくやっていこうという回になっておりますけれども、いや、本当にさ、こう、最近、めちゃくちゃ寒くないっすか。ねえ、なのでこう、なんだろうね、あえてっていう言い方もあれなんだけど、最近どう？いつもの動画でもね、こう聞いてたりするんですけども、いや、本当にね、最近寒かったりとか、ね、まだまだご時世のいろんなのがあって、ね、こう、なんだろうね、この見てる君が、学校っていうか、学生さんだったりしたら、こうね、学校もいろいろ大変だろうし、ね、こう、社会人の方だったらね、あと、お仕事とかも、ね、いろいろ大変になってたりすると思うんですけども、ね、そこに来て、今年はなんかすごい、もう最強寒波が来てるらしくて、もう地区によってはですね、もうすんげえ雪降ってるにね、この12月最後の最後に来て、今度はね、最強寒波が来てるらしくて、ねえ、もう今までより1段階2段階とかいうレベルじゃなくてですね、もう10段階ぐらい寒いんじゃないかみたいな、ねえ、もう寒いどころか痛いよね、みたいなね。ねえ、そんな寒さにもなってますから、いやー、本当にね、この動画見てる君は元気に過ごせてるかなと、ねえ、思います。そう言ってるなずかさんはどうなのよと、ねえ、思っていただけてたら、こう、嬉しいんですけども、いや、嬉しいな、なんかそう思ってくれてます。なんだろうね、体の調子だけは、こう、まあまあ、みたいな。すごいね、こう、みなぎってるぜ、みたいな感じじゃないんですけども、かといって、いや、なんかすごいしんどいな、みたいな、ね、感じもないっていう。普通って言っていいのかな？いや、でもこう、なんだろうね、何が普通かっていう、ね、お話になってくると、いやー、そうなるとちょっと、普通ってわかんないですね、みたいなね。感じもあるんですけど、ちょっとお話に夢中になって、いろいろやってなかったっすね。いや、今回何やってこっかな。まず占いね、見たいっすね、やっぱりね。ポケコロさんではですね、下の自分のね、ご自身のお名前がね、表示されてる横に、こう、星座のね、マークがあるんですよ。ね、誕生日設定するとですね、星座がね、こう、自動的に設定されるんですけれども、ね、私、ポケコロさん内には乙女座にあっておりまして。やっぱりこう、ロールプレイみたいな、ね、感じでやりたいとこありますんで、このゲーム内のね、ポケコロさん内での私が生まれたのが、多分9月になりますんで、なので乙女座なんです。ぽやぽやーん、おっと、11位じゃん。11位かい？マジか。11位か、最近通りでこう、ちょっとガチャン微妙だなと、思ってたとこありましたもんね。占いって信じます？ねえ、私はなんだろうね、いいことだけこう、信じるというか、真に受けるというか、褒められると嬉しくなったりするじゃないですか。ねえ、なんかそんな感じで、こう、いい感じの占いのとこだけ見て、いいぞいいぞ俺、みたいなね。いいとこだけちょっと今日の占い見ていきますかね。キーアイテムがガジェットアクセサリーということでですね、ガジェットって言うと今何なんだろうね、スマホのケーブルとか。そうよね、聞いてくださいよ。ねえ、こう先週ぐらいに、ちょっと今使ってるケーブルがね、ちょっとこう、ひび割れみたいな感じになってきて、ちょっとこれ、危ないなと。ねえ、そろそろこう、限界かなと思って、ちょっとね、お買い得になってた、ね、ケーブル買ったんですよ。そしたらね、今日もうね、認識しない。いやー、だからしょうがないからね、ちょっとで、そのちょっとひびの入ったケーブルでね、充電してるんですけども、いやー、ちょっとね、次のお休みにね、新しいケーブル買いたいと思います。思う欠点よりも長所が大事。必要以上に周囲の人の言動が気になってしまう日です。人の欠点が目についても、今日は見て見ぬふりをしてあげてください。私は災いのもとっていうことかな。なんすかね、私もね、こう、少年時代に、こう、一言多い。ねえ、こう、少年だったんですよ。こう、それ言わなくてよくねみたいな。思ってても言わなくてよくねみたいなね。ねえ、こう、それを言ってしまって、もう何あいつみたいなね。ねえ、空気になる時も結構ありまして。でもこう、少年時代って、そういうこう、なんだろうね、斜に構えてる感じになるじゃないですか、そうすると。ねえ、それがちょっとなんかかっこいいみたいな、ねえ、感じもありまして、ちょっとね。でもなんだろうね、経験なのかな？今はもうこう、全然言わなくなったもんね。
ねえ、特にですね、もうここ何年かは、私もいいねボタンしてないので、もうね、心と、もうワードに、もういいねボタンしかねえ。私もなんですけど、この動画を見てる君も、そうかもしんないんですけども、結構、周りから、ネガティブなワードとか、悪口とか、あとなんかこう、すごいこう、なんだろうね、怒ってる人っていうか、イライラしてるっぽい人に、こうね、お前なんか全然ダメだよ、みたいな、ね、感じで言われたりすることが多いというか、なんかそればっかりしか言われなくね、と。ねえ、ある時思いまして。周りみんながこうね、99% 褒めないわけですから、ねえ、ここで私がね、褒めまくりて、バランスを取っていこうと、ねえ、思ってるわけです。それにこう、時代はね、褒める教育とか言われてたり、ねえ、あとはこう、最近なんだろうね、こう、パリピっぽい。で、こう、なんだね、ポジティブな、感じのね、ワードをこう、紡ぎ出す、ね、芸人さんとか、ね、こう、たくさん躍進されてますから、やっぱりね、時代は褒めじゃないかと、ね、思ってるわけっすよ。いやー、もうね、褒められたい君、私んとこにいらっしゃいよ。あとは恋愛運頑張るほどにうまくいかない日、頑張りません。仕事勉強運、溜め込み現金コツコツこなして、いやー、なんだろうね。溜め込み現金って言われるんですけど、最近ちょっとね、だいぶ、こう、なんだろう、ぶっちゃけると手が足りなくてですね。溜め気味。一番気になるのがやっぱり金運というわけでですね、私ね、宝くじあるじゃないですか。結構ね、買ってるんすよ。今年もね、年末ジャンボ宝くじがね、発売もされておりまして、ね、私ももちろん買ったんすよ。いやいや、もうね、もらいますよ。ねえ、もういただいたら、みたいな。ね、当たるかって言ったら、もう当たらないんですけども。でもね、なんだろうね、買って、こう、発表されるまでは、当たった私と、当たらない私が同時にね、存在してるわけなんですよ。ねえ、このね、当たったらどうしようかな、みたいな、ねえ、のを考えるのも、ね、楽しみ方でありますから。ねえ、なのでね、私、全力で当たったつもりで、もういろいろ考えておりますよ。ねえ、もう当たったらね、日本全国、こう、旅行行きたいですね。全部回ってみたいですね。もう全国ツアーですよ、夏香さん。いや、下手したら、宝くじに当たるよりかは、こう、YouTube さんでね、こう、ガツンと、ね、人気にならせていただいて、そっちの方がまだね、可能性ありますよ。そう考えると、こう、結構夢あるなってね。思いますね。何でもかんでも欲しくなっちゃうふりです。いやー、もう常に何でもかんでも欲しい。今日は情報が鍵。大きな買い物は、事前に調べてから、選ぶようにしてください。外食するお店も事前にリサーチしておくとベッドです。ねえ、私結構検索中毒なとこありまして、ちょっとこうわかんないことあると、もうすぐ調べちゃうんですよ。ねえ、なのでね、こう、すでに、事前に、結構調べてます。同じでですね、戻ってまいりました。いやーなんか結構おしゃべりしちゃった気がしますね。ちょっと喋り足りない感じもあるんですけども、こう、あんまりね、動画が長くなるとあれなので、ねえ、こうね、パート2とかパート3とか、ご好評だったら、ちょっとやりたいなと思っておりますんで、ねえ、ぜひコメントさんの方でいろいろとね、でですね、あとはこちらですね。こちらがですね、私のポケコロさん内でのプロフィールになっておりますので、よかったらですね、ポケ友さんにやってください。ポケコロさんはですね、ファッション、おしゃれとか、あとお部屋のね、素敵なお部屋を作ったりとか、そして何より、この動画を見てる君、そして、たくさんのポケ友さんと、ね、コミュニケーションして楽しく、ね、楽しもうというゲームなんですよ。ね、なのでね、ぜひフレンドさんになっていただきまして、ぜひともね、私と交流して楽しみましょう。でですね、今日もね、いい感じの時間取っておりますんで、ここで一区切りとさせていただきたいと思います。本当にね、この動画を見てる君も、いろいろ大変だったりとか、ねー、あと寒さがね、すごく今年は厳しいので、ねー、こう北海道とか、で、とにかく寒くならないように、ねー、お体に気をつけて、ビタミン C とか取るんですよ。みかんとかリンゴとか今年美味しいからね。こんな感じでですね、今夜も私の動画を見てくれた君は、もうこの後ね、ニコニコぐっすりですよ。こんな感じでですね、私はまた、次の動画いやさ、次の夜にまたお会いしましょう。お相手は、あなたの夜のお友達、私でした。それではまた次の夜に。